こんにちは。いつも YouTube をご覧いただき、誠にありがとうございます。動画の中でご紹介している材料やツールなどは、概要欄に添付しています。どうぞご覧ください。さて、今日はお酒あんまり強くないんだけど、ちょっと甘いのが好きなんだけど、という方におすすめのカクテルをご紹介します。シェーカーも使いません。使う材料は、こちら。アドボカート。オランダの卵黄のお酒です。これ自体の味わいとしましては、カスタードクリームのような優しい甘い味わいがします。こちらと、ジンジャーエールを使います。お好みのグラスに氷を入れてください。こちらにアドボガートを40ぐらい入れます。そしてジンジャーエールを注ぎます。この場合、このリキュール重たいので一度に注がないで2回ぐらいに分けてください。ディスカバリー完成です。